ないのか？こうやって叩くと、ああ、ちっ、お前の壊れてないか。やった、治ったぞ。あれ、バッテリーがゼロなのに動いてる。おい、みんなこっちに来いよ。こ、本当だ。でもこんなところに工場。なんだ、行ってみよう。この工場、僕のパソコンが直ったことで。おい、こうしろ。工場を調べ、はい、今。
ろそろ先に進もう。扉は2つ、どっちにする？これだけ広い工場です。二手に分かれて調べるのが効率的じゃ。そうだな、チームに分けるか。小四郎、メンバーはお前が決め。僕でいいんですか？ああ、二手に分かれるって提案したのもお前だ。これで決まりだな。じゃあまたここで打ち合おう。みんな気をつ。それじゃあ僕ら。はいな。We'll be right back.
電池とモーターだ。こんなので工場を。驚きましたな。ここで待ってるよ。はい。小四郎たち、やったね。ああ、俺たちも先。No!
ロボットじゃない。あ、これもデジモンなのか。そう、しかもいいデジモン。そっか。模様みたいなもん。これはお城藩、何し、このプログラムを分析してみるのさ。やっと僕お城藩の顔、今までにな、謎が解けるかもしれないからね。ここがどこで君たちが何者か。なるほど、わてはどっちも。そう、お城藩は自分が何者かなんて興味ありますか。僕はね、あなた、いつになったらあの子に本当。もう少し、もう少し待とう。今話せば。なあ、小次郎藩。何？パソコンのモニターがおかしいで。モニターの文字が勝手に動いてる。小次郎藩。こっちも光り出した。あっち、あっち、ちょちょちょ。なんや。テントも大丈夫ですか？まさか。なかなか出てこないから心配したぞ。それで。ええ、詳しくは後で話します。ひとまず待機。この工場ではプログラムそのもの、この世界ではデータとかプログラム、デジタルデータが実体化しているんです。大人、ゆっくりしてると。そうだ、今はアンドロモンだ。アンドロモン、工場の奥でアンドロモンってデジモン見つけたんだけど、急に襲いかかって。みんな早くこっから逃げ。そうですね。大丈夫か？
黒い歯車。消えた？邪神が。どうやら元に戻ったようですね。黒い歯車が体内に入り込んだと思う。気にすんなって。故障みたいなものなんだから。助けてもらった霊にここから出る方法を教える。ありがとう、アンドロ。君たちの幸運を祈る。